さあ、そして桜田が登場ですね。桜田ユーレミー対桜田、イケメン、イケメンアレックス、しゃがみ小判壊し。さあ、やはりこれは五分に近いカードなんでしょうか。ラオウさん、でもなんかアレク飛びにくそうなんですよね、はい、なんかレミーの下がりが早くて、はい、なんかなかなか捉えられなくて、はい、うまく EXL を一発当てて8でダウン奪いたいんですけど、まあ、なかなかいないんですよね、アレックスのところにレミーが。あー、まあ、ちょっと有利なんじゃないかと思ってたんですよね、はい、レミーが。まあ、ただやはり1回近づいた時の、そうですね、リターンが非常に大きいということで、はい、まあ、EX タップなんか今使ってきましたけど、ああやって近づくのもまあ一つの手段ですよ、はい、そうなんですね、ああいうのを当たらないと苦しい、はい、もうこれですよね。というわけで、ジャブ台系に対してコラブロン入っている。 EX ソニック、ソニック、ソニック、を飛ばす、を飛ばすと投げている、投げてソニックからルグで削り切って、ユーレミ1ラウンド先制。まあ、これ僕の持論なんですけど、はい、まあ、こういう組み合わせって、はい、まあ、ゲージ使わないと寄れないから、ただ溜まるまで待っていいんじゃないかなって思うんですよね、アレックス側が。あ、溜めてから、はい、なんか行くみたいな、まあ、最初は、まあ、そうそう、これ当たればいけるじゃないですか、はい、ソニックをマグに対処しようとせずに、そうなので、はい、まあ、一番最初にやることは原始ためだと。そうなんですよね。まあ、ユノニアのラオウさんも自分がチーム使ってる時に結構カードによってはロボ人原始ためにくカードっていうのもあるんで、はい、やはりそういうところは、戦略の一つ。そうですね、まあ、僕よく原始ため忘れちゃうんですけど、はい、ご進行で踏むソニック、おっと、バス投げて、投げて、最後はバスを投げて、これがヒットしている。ユーレミが2連勝。いやー、なんかうまいですね、寄らせないのがうまい。何かも憎いんだよ。さあ、そしてここで出てきたのは、カエルダトリー。味方から今週も来ていただきました、カエルのダトリーが登場。さあ、それに対してユーはソニック、ソニック、そしてルグレ、そしてここでアイクが登場。アイクが来ました。アイクぜひ入ってほしいですね、これは。これはアイク入っていただきたい、これはアイク入っていただきたいんで、1P2P のどなたか同士でじゃんけんしてください。森川とアイクです。森川とアイクで、取り合いをしてください。最初誰ですか。クミさんは入ってます。最初はグーじゃんけんぽい。オッケー、アイコン、アイコン 2P 側でお願いします。アイコン入ります。さあ、ソニック、ソニック、さあ、ただ向こうにはね、リキュアルブスという大御所2枚がいるんで、やはりここでアイコンを入れてもさほど問題ないでしょう。さあ、そして試合に注目していきましょう。さあ、ユーデミー対、これはヤマコフではなく、カエルですね。カエルくん、なんかね、ソニック取るの超上手くて、はい、寄ってるんですけど、はい、ユーレミも飛んでくるやつ慣れしてて、はあはあ、離していくみたいな。もし、シャミチューターソニック、5番から小技刻んで、ソニック、ソニック、おっと、5番だけ攻撃、これがカエルの素晴らしいところですね。手先が非常に器用なんです、このカエル。バラを投げて、こうしまし固めた、あとクロスカウンターでしまうが、ルグレ。さあ、この削り地になってしまった体力、非常に厳しいものがある。リープを入れてユーレミ3連勝。いいのか。はい、さあ、ここで森川動き登場。森川動き対ユーレミ。さあ、ちょっとこのいい流れになっていますので、はい、まあ、ちょっと森川としては止めていきたいところですね。アロケ大番ザンクって、まあ、そしてこのカードもやはり結構難しいと思うんですけども、お互いこうスタンチが短いっていうのがなんかいいですよね。まあ、ゴキ対レミーというカードありそうでなかなかない、なかなかない、ね。まあ、非常に今東京の関東のゴキ使い減っていますので、はい、まあ、なかなか黄金で舞台に出ることがないゴキなんですが、ここはしっかりコンボを決めている森川。前チューバーに対してイエクソニューサマーコントロス投げて、コシコシシャミシューバンソニックルームで乗っかって竜巻で返していく。さあ、森が非常にリズムがいいか。これがゲームを分かっている男の匂いを感じる力。
これあれなんだ、風神が腹に刺さりやすいっていうのを聞いたことあるんですよね。レフィーはなんか結構かなり高いところで当たっても大体近代パン繋がるみたいな、結構こう上から行きたいみたいな。ボーキはでかいですね、体育がしゃがみダイバー当たったやつですが、その後追い詰め小判非常に安かったが投げているルクレル、無理やりここは一旦状況回避、悔しいジャンプ当たっているが、少し円柱系 EX ソニック、さあソニックばらまいて投げている、出し投げ、これは通させないボリカ、最後は EX ソニック、1ラウンド取り返したゆれに、さあ最終ラウンドゆれに開幕ルグレで近づいていこうするが、少し投げグラップしている森川、さあ森川ちょっとこの最終ラウンド攻め上げれているが、中足メッツしっかり決まってザックから、あっとこれはダッシュ、壊し壊しを選択しようとしたのか、壊し移動投げだったのか分かりませんが、ジャック系で、まあ、ゆれに返している、ザックイエクソニック壊しディープ、これは非常に厳しいが、ルグレ、さあゆれに流れがいい、さすがに大将、これは裏回って中継、そして最後は壊し、ゆれに4連勝さあこれは立て続けに豪気が2枚出てくるということで、まあ、木曜東西戦は、まあ、久々の登場ですね、サビ豪気。さあ先ほどカットの豪気使いが少なくなっているというお話をしましたが、その中で大事な大事な関東の豪気界の人にこのザビゴキ、さあそれに対するユーレミですが、4連勝これを5連勝6連勝伸ばしていきたい、そういう気持ちはあるでしょう。波動拳欲しい、円柱系、円柱系当ててソニックで波動消している、中足たさき勝利拳、さすがにこれは決まらないか、空中たさきヒットさせてタイルミーロアだが、しかしユーレミです、今のさあここでやっと状況が好転したサビゴキだが、やはりお互いキャラクター柔らかいということでかなり接戦になっている、これはもうどうしようもないですね、ラオさん、あ、いいですねあれクジン、カズダキ勝利権入らないが、グラップ、さあ第2ラウンドは打って変わってサビペースになっているこの試合ですが、バックジャンプ、先生ダンクですね、しゃがみ中パソニック、投げてこれはフル使っていく、しゃがみ中パン、しゃがみ中パンゲージを回収してソニック、そしてそれに対しての波動拳、ダンクルーミレコラ使っている、最後はしゃがみ、これは中足、さあそして迎える最初ラウンド、波動拳、波動拳、さあザビ号機は生波動拳を使っていく、竜巻切れてバックジャンプ、ここは中足別、これはソニック重なっていた、投げてさあザビペースが試合進む、バックジャンプ中心からタンクですね、ザクって中足波動拳、ソニックはプロって、ザクってザクって、さあお互いこれはヒットアンドアウェイ、ヒットアンドアウェイと下がり対決になってるが、移動投げ決めているのはイエレミー、フープを決めてシャミシェンバー貯めていく、波動拳、波動拳、シャミシェンバー EX ソニック、さあ打って変わった、第2投げに出したのはザビゴキ、最後は前中パン、非常に起点の効いた行動、山越さんはかなり声優を新しいですよ。そうですね、はい、さあ山越対ザビ号機、まあ、ラットリー対号機なんですが、まあ、若干これは、まあ、一般的には号機、いやこれは結構難しいんですよね。難しいですね、前聞いたのは、はい、なんか黒人がなんか中足小骨だけ打ち切ってくる動きが強いみたいな。でも豪気は、ね、死んじゃいますからね、なんかお互い嫌なんですよねこれ、まあ、僕としてはダットリー有利だと思っているカードなんですけど、僕もちょっとそう思うんですけどね、ただ
一般的な試合を見ていると、まあ、結構ゴーキ使いの方が勝っているイメージはありますね。ただやはり強いゴーキ使いと強いラトリ使いを比べた場合に、やはり強いラトリ使いが強いということで、そういう意味です。だからゴーキもその一応ダトリの攻めを繰り返す無敵技があって、はい、であのリュウタイングの立ち台キックがあり、はい、そしてなんか、まあ、下がりながら残空とか出せるん で、 そうです、ね、ダトリの飛びに対して選択肢が多いんですよね。残空の使い方、非常に上手い。残空の使い方、今ラオさんからお話がありましたが、今非常に上手い使い方をしました。サミゴキバックジャンプ、バックジャンプ、残空打ち続けて、やはりこれがラオさん非常に近づきづらい。そうなんですよ、まあ、お互い難しいところですよね、はい、ただこう恥を背負っちゃうとやりにくいんで、ここがだったりちょっと頑張りどころですよ、ね、はい、バックジャンプバンクを打ち続けることで、はい、画面端に自ら行ってしまう。そうですね、これで状況をうまく使いたい。陣地取って、さあヤマコフとしてはなんとかこのバンク包囲網をかいくぐっていきたいところなんですが、カリバンからヤキガパコフ、まだ投げて1ラウンド取り返す。ヤマコフ、開幕前ダイパンコークスクリュー入れて、まあだがしかしこの前ダイパンコークスクリューで奪えたダメージというのはあまり大きくない。そうですね、コークは置き攻めのために使いたいところはあるんですけど、まあ、ただヤマコフとしてもまあ今の大きながら打ったという部分もあるでしょう。まあ、そうですね、抑止力的なもので、はい、そうですね、まあ、先制を取っておきたい、そういう気持ちもあるんですけど、はい、バックジャンプ、バックさあスタンスを変えないが、ここはガリバ刺さっている。弱魔シをうまく使ってきましたが、大パンタイクしてガリバ、バックジャンプ、ザンクスタンスを変えない。サビゴキ、キャッキー封じ、また下がって中足メス、これは何も入らないでしょうか。はい、まあ、難しいですね、あれは、はい、さあ体力リードしているのはヤマコフですが、ザビゴキはスタンスを変えずにバックジャンプ、ザンクばらまいて近づかせないぞと、小さいダメージをコツコツと積み重ねていって、まあ、体力かなり五分に近い状況になっていますが、このゴーキも守りは固いから、おっとまさか当たるとは思わなかったでしょう、やばせー。おっとこのサビ中足からこれ削りに行ったか、あ、ここは固くいった方がお互い、おっととんでもないカリパンが当たってましたね。すごい、さあカズヤ対ザビー、まあこれもですね、ラオさん一般的には5球と言われているカードなんですけども、まあいや、まあそうです、ケイスケさんはもうこんなん勝てるわけねえだろって言ってましたけど、はい、別に無理じゃないと思うんですけどね、はい、カズヤ非常に合気戦が上手いんで、はい、その方も注目していていただきたいポイントですね。めぐりからさあザビペースで試合を進んでいるバックジャンプザンク、まあやはりこのバックジャンプザンクで非常に対処がしにくい技ということで、まあ、ただしかし体力が非常に少ないゴーキとしてはこのぐらいの技を持っていても、まあ、イブな試合に展開になるということはザラですね。いや、うまいですね、当たんないように左がうまい。ザンクからマイチューバー、さあコツコツ小さいダメージを積み上げていくザビゴキ、ハドケハドケ、最後はザンク、ザビさん陣地の取り方が怖いですね。キャッキクージンからこれバックジャンプザンク、やはり攻めない、ザビゴキは無理をしないスタンスで、ここはブロックでイザレイド、非常に減ります。アシュラを出し投げしましたね。しかしベース中継エクセラ、ショップ最後は大足重ねていった、あの距離で大足を差し替え、まあ、差し込むと、まあ、カカになってしまうんですが、はい、まあ、思い切りましたね。バレてるんだよと投げているサビゴキ、竜巻ダイバー、公式エンジュ、ここは中盤からエアに決めてスタンプ、大パン
き、ザク、ザク。さあ、カズヤとしてはゲージを貯めるのか、それともこのゲージで勝ちに行くのか。波動拳、波動拳を打ち続けるザビゴキ。ザクザクザク。ここで怪しく待っている、ダッシュ投げ、エヘッパーブロっている。圧倒的に体力リードしているカズヤだが、ここは血を示す。さあどうする、ブロック、これがキングカズヤ、ポリポリと。さあそしてエバラヒューゴ登場。エバラさん、カラス山、そしてミカード、いろんなところでやっていますこのエバラヒューゴ。これはジャンプシュート、まあ、だがしかしカズヤ非常に15戦には定評がありますね。ここがシュートダウン決めて、そしたらパネルジャッケスタンプ返していきたいが、この画面端から出れない。まあ、このあのエバラヒューゴはですね、非常に早尾のプレーを参考にしているということで、まあ、普段の対決はですね、ギガスリリーカを非常にいろんなキャラに対して使っていくんですが、アレックス戦はハンマーを選択しています、このエバラ9号。そうなんですね。はい。まあ、結構エバラさん、ギガスのイメージがすごいありますね。さあ、そして1ラウンド目、非常にうまい形で取っている。なんか普通になんか技の振り方がうまくて、そうですね。カズヤが攻めあぐねてな感じですね。ここでシュート思い切りがいいが、ハマられて、これが出している。対してこれは大フラッシュオップから中継レイド、画面端の傷をこれで継続できる、そういった機会があります。立ち台系マニアックな技なんですが、これは意図的に振っているでしょう。さあスタンチを露骨に稼ぎに行って、ボディープレスをしっかり取ってから、まあ、エアリー決めて回復減るのがやっぱいいですね。はい、しっかりしています。カズヤここは台空で浜まで、まあ、2本あるうちの1本使っていこうと作り切るね。中盤、ラッシュ盤、中高インドキングが、さあカズヤちょっと厳しいか、ジャンプ中継、コパンコパンからこれは繋がっていないですね。はい、ジャンプ台形 EX エロジャンプライパン膝から、これは中央ですかね。ジャンプライパンレイド、だがしかしこれどうする、難しい読み合いになっちまうが、最後はこれは遅らせ元気ショップ、非常にうまい使い方をしたよ。まああれはまあ飛んでる相手にも非常に。さあそしてここでオリュが出てきました。早くもオリチンリー登場。さあタイミング的にここで俺が出るということは、後ろに控えているのはピエロ、リキバル、そしてボスなんですが、ラオウも控えています。オリのタイミングが非常に早い、ピエロよりも先に出てきたということで、さあここはしっかり勝っていきたいオリチンリー。さあそして森川さんの方が、ね、非常にこれユーストリームの調子が悪いということで、まあ、今ちょっとチャットずっと見ていなかったんですけども、すいません、これはちょっと厳しいようなんで、ちょっとこの試合が終わったら様子見ましょうか。キャゲツ対決出していく、イエスでも、さあカズヤちょっとこのオリュチンに対して非常に厳しいし戦いを強いられているが、ジャンプだけ投げている、オリに対して投げて投げて投げ返すカズヤ。さあチンリー戦決して下手ではないカズヤなんですが、このオリのアレックス戦が非常にうまい、そういった方がいいでしょう。取って中央勝負戦、オリが勝っている。ちょっと待ってください、ユーストリームの調子があまりにも悪いということで、はい、ちょっと一回再起動します。